Hey guys, it's Yasuko. Welcome back to my YouTube channel. Hi, 皆さん、こんにちは。Yasuko です。今日はこのビデオで、まあ、すごい質問も多かった、うちが友達とかとよく使ってるテキストのスラングを皆さんにシェアしていきたいと思います。まず一つ目。WYD。WYD。What are you doing? What are you doing? 何してるの ?WYD。Hey girl, what are you doing tonight?の時に Hey girl, what are you doing tonight? WYD tonight? WYD? とか普通に聞く時に省略して What are you doing? ってなるとちょっとね長くなるけんそれを省略する時に WYD って使います。次 WYA WYA これもさっきと似たような感じなんやけど Where you at? Where you at? 今どこ?の時に使います。 SMHSMH これはねよく使いますね。人に対してもう本当に呆れるわって時とかもうはぁって時に Shake my head Shake my head 次これは多分みんな知ってると思う。 LOL LOL まあ日本で言うとわらってことかな。 LOL は多分みんなも見たことあると思います。次 LMAO LMAOLaughing my ass off これはまあ爆笑とかもうウケるって感じでこれもまあ LOL と一緒みたいな感じで使います。 JK JK これはまあ知っとる人も多いと思う。これも Just kidding 冗談だよ冗談冗談ってことで JK で使います。 ILY ILY これはよくうちは友達同士で使いますね。 ILYI love you. I love you. これは I love you girl. I love you. Bye. っていう時に普通に使います。Happy birthday. Then, thank you. ILY. で I love you. って感じで省略した感じで使います。IDC. IDC. これは I don't care の略です。I don't care. I saw your ex-boyfriend a few minutes ago. And I don't care. IDC. I care all.I care all I know right の略です。これはでしょうとかの時に I know right It's cold outside I know right でしょうってことですね。で I care だけだと I know の略です。次 TBH TBH これは To be honest の略です。正直に Tell me TBH とかで、まあ、テキストとかでよく見ます。次NVM NVM Never mind これはもう別にいややっぱ何でもないとかいや別に気にせんでいいよとかの時にまあなんか言いたいことあったけどちょっと忘れて NVM Never mind うちはめっちゃよく使ういつもさテキストしよう時にたまにねなんか言いたいこと忘れたり何言ったっけとかあったりあ別に何でもない時によくうちは使いますねこれ NVM BTW BTW これは By the way の略です。By the way, you look so cute. とか、まあ今日めちゃくちゃ可愛いとか。By the way, BTW もよく使います。次、STFU、STFU これは F ワードが入ってるんやけど、もううるさいとか、もう本当に黙ってって時によく使います。これは STFU。次、THX、THX これは Thank you の略です。THX。もうこれもめっちゃよく使いますね。AF AF もうこれもスウェアワードが入ってるんやけどこれはめっちゃとか超っていう意味で日本語で言うとそんな感じで使います。 So it's called AF It's called AF だったらめっちゃ寒いとか感じで使いますね。で最後 TTYL TTYL Talk to you later Talk to you laterこれは、まあ、テキストしとって最後に、もう寝らないかんとか、まあ、バイバイするときとかに、talk to you later, TTYL, talk to you later。まあ、普通にね、まあ、会話の中、会話しとっても使うんやけど、テキストになると TTYL になります。まあ、これからね、まあ、海外の人とかとテキストしたり、まあ、友達とテキストしたりするときに、まあ、参考になれればいいなと思います。まあね、
まあ、まだ他にもたくさんたくさんあるんやけど、まずまあ1個目ということで、こんな感じでね、今日はねテキストスラング、よく使われるスラングを皆さんに紹介しました。皆さんに少しでも役に立てればいいなと思います。もうすぐね、一応ね日本にね帰るんやけど、あと1週間で、まあ、めちゃくちゃ楽しみで、主に福岡にねおるんやけど、まあもうすぐ帰ったりするので、これからね多分ブログとかねたくさん上げていくので、皆さん楽しみにしていてください。インスタグラムと、そしてツイッター、まあいろいろスナップチャット、フェイスブックもやってるけど、そちらのフォローもよろしくお願いします。 So I will see you guys again next one. Bye.